お待たせいたしました。こちら解説席です。実況は私白川幸永、そして解説には滝沢和典プロと瀬戸久保直樹プロにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。この放送はニコニコ生放送の公式放送と日本プロ麻雀連盟チャンネルの2つで同時に無料配信しております。よろしくお願いいたします。さて、先ほど正式な発表がありまして、現状最下位の手塚咲久プロは残念ながら途中敗退となってしまいました。残り2回戦は上位4名で戦われます。はい、はい、王位戦は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。対局室の準備できましたでしょうか。はい、それでは立ち会い人藤原貴博プロの合図によってこれから第6回戦が開始されます。第6回戦ちいちゃから伊藤さん、森下プロ、花澤さん、杉浦プロという並びですね。まあ、テーマとしては本当は森下さんだけは走らせたくないっていうのが3人の共通の考え方ですよね。現状トータルポイントが森下さんプラス 42.6 ポイント、杉浦プロプラス 15.0 ポイント、穴澤さんがプラス 12.6 ポイント、うん、伊藤さんがプラス 2.1 ポイント、うん、で、伊藤さんも、40.5 ポイントの差なので、うん、2ワンチャンあれば、で伊藤さんはここはもう絶対浮かなきゃいけないし、はい、逆に3人は森下が浮いた時点でほぼ森下の優勝が濃厚になるんで、あの何としても森下を沈めたいですね、うん、で一つの目安としては半チャン1回で大体、30ポイントぐらいが限界だと思うんで30ポイント以内にしたいですね、うん、点差を、はい、伊藤さんはドラドラですね。ドラはパーソーです。誰が挑戦権を得るかっていうところですかね、うん、多分森下大崩れないでしょうから、うん、ただこっからね優勝のプレッシャーかかると思いますんでね前のワンちゃんですね、前のワンちゃんの最後とかね、はい、オラスの、うん、プレッシャーがあるから切れなかったっていうところは、うん、部分はあると思いますよ。山井プロもおっしゃってましたね、うん、やっぱり優勝が見えてくると、うん、切れる牌が切れなくなる。そう、それは座ってる人しか分かんないんで、うん、しかも初優勝となるとより大きいですよね、うん、そうですね、しかも本当に欲しいはずなんで、そういった意味では穴澤さんとか伊藤さんの方が結構最後まで自分の前で打ち切っちゃう可能性ありますよね、はい、杉浦と森下はそのプレッシャーが正しい重みがあのかかっちゃうんで、チーソーをチーしましたね、はい、伊藤さん、伊藤さん結構こういう純ちゃん系仕掛けますよね、よく。そうですね、うん、あチビ入った。さあ穴澤さんもテンパイパーピンとトンのシャンポンでリーチを打ってきました、うん、トンが1枚、杉浦プロが抱えていますね。ゴリが1枚、パーピンは山にもう残っていないですね。さっき控室でアナウンサーがいや疲れましたとか言ってました、ね、疲れますよね、もうだってこう、それはそうですよね、4回打たれてるんですもんね、うん、昨日もあるし。そうですよね、うん、あの地方から出てこられて、もう負けでいいですとか言ってました、ね、いやそれは多分思ってないでしょうけどね。ありますよね、プレッシャーもかかるでしょう、うん、これいいシャンテン食い流したチーピンですけどね、うん、どちらにせよ入っていた。あ、おー勝負だ、チーピンリーチ、森下プロ天ピンドライチ、トンパーピンか、スチーピンは3枚残り、はい、トンとパーピンはトンが1枚残りです、うん、山にはだこのリーチ合戦なんかはトン出ましたね、リーチトン2600点を穴澤さんが伊藤さんから出上がりです、うん、ただ3人としては森下が上がるよりはよっぽどいいですね。そうですね、さあ、うん、トン2局になりました。森下プロの矢番、ここは3人とも早く流したいところです ね、うん、ね、ここで3球オール4戦オールとか言われると相当きつくなりますからね。はい、ドラは3ワンです。森下プロの敗敗は良くはないですね、うん、お、あ、
しいピンポッチはかなり引き締まりましたね、やっぱちょんちょん大事ですねちょんちょんの時って何声とか思います？思ってないですか？僕は思いますけど、でもそこまで強く念じてないかもしれないです瀬戸熊さんどういうことですか？僕ちょんちょんの時はあれとあれってずっと。あ、でも瀬戸熊さんって最後まで撮ってカッカってやって、はい、いや僕8枚で大体上げ、本当ですか？うん、最近ちょっとそれ直してるんですよね。もう毎回毎回なんか4枚ずつ見た方がやっぱイメージ湧くんで、4枚ずつ開けた方がいいかなと思います、うん、本当は。確かに、うん、あの手配の広がるイメージがその時間の中で見えるんで、うん、4枚ずつ開けた方がいいかなみたいな。ちょっとおまじない的に8枚で開けてたんですけど、おまじない、おまじないというか、なんというか、カンチーピンが入りました。アナザーさん結構みんな手が進んできてますね。そうですね、うん、2差し見えますね、はい、三巡で一気にね手配が綺麗になりましたね、うんうん、みんな結構進みましたね。森下プロも6、7、8の3色が見える形、うん、もうこっから森下の心境を考えると一つのテンパイ入った時にそれが満貫クラスだと上がりたいってすごい思いますね。うん、嘘か、うん、写真も見える、いい3腕ですね、ドラの3腕で。この牌打っていいのか打ってどうなのかっていう葛藤が絶対出てくるんで、うん、いつもどうしてたっけっていうねそういうのに襲われるんですよね。やっぱ爪切り、はい、2枚切りですね、うん、あ、そっか。宝珠したとしても後悔するし、上がりを逃したとしても後悔しますもんね。うん、そう、もう究極のね、その麻雀一番醍醐味だと思いますけどね、うん、お、2差しができた、2差しが完成。やっぱり負けが痛くない麻雀だと、うん、あんまりこう何ですかね、重みがないというか、うんうん、その二分一というか、これを切って、うん、通せるか通せないかって牌を切るのにも、うん、そうですね、あんまりプレッシャーかからないですもんね、うん、そういうところが一番面白い見どころですよね、うん、この後見てるこっちは好き放題言えるんですけどね、うん、そうそうそう、軽い感じ気持ちで見てるとね行けよとか思います通るからみたいな思っちゃうんですけどね。それが一番意見として多いですよねなんで降りちゃうのみたいな、なんでプロはすぐ降りるの、通るのにっていう、うん、しかもあの見てる側はすごい論理だって、時間もあるから見れるんで、これギリだってこれはないんですよねみたいな淡々と言うけど、やってるは結構頭テンパってるんでそこまで回ってない時ありますからね。でいろんな情報見えてますからね、こういう見てる方は、あれが手出しでとかね全部の手出しつも切りまで覚えてない可能性も高いですからね。これ嬉しくないですね、あんまり。とりあえず中層短期で、まあ想像の上は安いですからね。ただどっちかっていうと1枚切れのパッソーの方が一度、うん、サブロワン、ちょっと6、7、8は崩れたんですが、うん、でも高めはドラ、サンスキはここ行きますからね。そしてアナザーさんもドラドラで流派が重なったところ、うん、壁か、うん、ダブトーンはションパイなんでちょっと行きづらいですね。さあ何でしょう、ツモ、ペーはツモ切り、ペー2枚切れでリーチの現物でもありましたね。ただチーソーよく見えますね。これでアナザーさんもトン、ね、トンいけますね。あ、おツモスのイーシャンテン、あ、これでね、パーワンギリリーチなんで、あ、これで決めるかもしれないですね、チーソー切って。ロッキューマンも悪くないな。うん、ローマンはないけど、Q1 が全部、あ、1枚か、2枚来てる。だから、カンスケなんかもここはあんまり考えないでタイミングで行っちゃった方が良かったですよね。そのまま行っちゃった、うん、そのまま形だけでチーズを切ってリーチって発生した方がいいと思いますね。考えちゃうと、そう、考えれば考えるほど余計なんか間違ったチョイスするんで、うん、確かにね、チーズがい、うん、ちょっといいなと思ってたところですよね、うん、あ、行きました。結果的には同じ、同じだけどノータイムで打った方が、うん、多分そういうのを繰り返していった方が多分緩和されるっていうか、うん、今後良くなると思いますね、うんうん、確かに迷って迷って出した結果なんですよね、うんうん、これが、うん、この局面は一緒だけど、これがあと半茶2回の間に悪いところで出ちゃうような気はしてますよね、うんうん。
ここも大きな山場。そうですね。もう3万がないので。6万の引き合いですか。6万もないので、9万じゃあ。はい、9万だけですね。あ、じゃあもう上がりはほぼ。カンスケプロだけですね。のみですね。はい、なので、どちらかが引くか、流局か。また、穴澤さんが追いつくもある、あり得るですね。そうですね、追いついてる奥に通せば、うん、ここでテンパんないとダメかな。そうですね、あ、ダメですかね。あまりは、まあ、ポンしてリーチ者から出るっていうパターンはありますけどね、うんうん、さあ、まだ Q1 は残っています。あと2枚、うん、どうだ、うん、ポンかもしれない。あ、ポンしますね。ポンしましたね。で、最後の背景牌が、背景がただ頭羽になっちゃうんですね。集まりましたね。集まりましたね。集まった。リーズも3色ドライチ入って3,000-6,000、うん、これは大きいですね。しかも親かぶりですからね、うん、森下プロ。これでほぼ並んだんじゃないですか。13、今21,000点差で、そうですね、27.6 ポイント差だったので、うん、とプラス37変わりますね、うん、今じゃあ10上に、あ、行きましたね、なりましたね、杉浦プロが、はい。まあ、今後また入れ替わるでしょうけど、これは大きいですね、うん、そうですね、うん、まあ、勝負どころでしたからね、うん、大きな山場を制したと。森下多分相当今ぐらついてるんですよ、気持ち的には、うん、でもここは把握縛らないと、うん、はい。宗谷の穴澤さん、ドラはリャンワン1枚ありますね。間違った手を打ったわけじゃないですからね、うん、自然にリーチを打って、うん、で積もられてるわけですからね、うん、どういう心境ですかね。さあ、森下プロ、あ、でもハイパーいいですね、割と。だから勘助が大事なのは、こういった時にあまりもう受けない方がいいですよね、うんうん、強気で。あの1回戦もちょっと受け気味になっちゃって、どんどん手配が落ちてきたんで、4戦オールの後ですね。そうですね、あの九州の小車くんっていうのがマスターズ勝ったんですけど、はい、マスターズの試合もそうなんです。トップ目に立った人がこう日和を始めるっていう、うん、それの繰り返しをっていうね、そういう戦いになっちゃったんです。まあもちろんタイトル欲しくてプレッシャーかかるとしょうがないとこはあるんですけど、まあ、誰でもがね通る道ないですけどね、うん、レピンズがリャンカン、マンズリャンメン立ってきましたが、寒地層を払っていきました、うん、いいですよね。寒リャンピンの方が山に残っていそうだってことですよね。G1 がアンコ、レピンズで2メンツのイーシャンテンですが、差し子もあるんですね、うん、そうですね、変化ありますね。差し子のためには三蔵先行きたいですね。またはローピンですかね、うん、そうですね、うん、これで両面両面のイーシャンテン、伊藤さんはあの穴澤さんが残ってホッとしたって言ってました、昨日。あ、自分がアマチュア一人じゃなくて、一般の代表一人だったから、アマチュアさん、あの穴澤さんが残ってすごい心強かったみたいな、うん、そういうのもあるんですね。そうですね。でもこれでまたもっと麻雀好きになりますよね、きっと。そうですね、こういうね、勝負は絶対、うん、なかなか経験できないでしょうから。なかなかね、日常生活でこういう場面ってないですからね。そうですね、うん、これはこれで多分楽しいと思います、うん、苦しくて楽しい。つむぎっても良さそうですね。いいピンさんもいるので、あ、そうですね、しかも振り点ですからね。ドラ引きましたね、カンスク。これでテンパイ、これでいいんじゃないですか、日中って、はい、メンピンドライチのリーチが入りました。勘助がどう出るか、うん、
うん、慎重ですよね、これ、うん、安田さんは行きそうですね、この曲は。そうですね、うん、確かに。例えばチューンが出た時とか、これどうするの？これ動かないですね。動かないですね。3万匹もしくはドラの重なり待ってるかもしれないですね。サコラステハイに、スーソーも現物です、うん。一応展開中か、まあ、ドラ切りしなきゃいけないんでね、ここは一回バックと。あ、もしポンしてたら数万が来てて、うん、数万は比較的打ちやすいですね、うん、瀬戸熊さんどうするんですか。いや、僕ポンしないですね。ポンしない、ポンしないけど、意外とあのピンズは押し切っちゃうかもしれないですね。あ、なるほど、うん、本はしないけど、そのまま押していく、はい、で、リャンは重なれば2枚目のチューンを闇点で拾うようにしますね。うん、3は引いた時は無条件リーチと。なるほど。今、ちなみにチューンポンしてたら、うん、一応3万積もってたのかな。はい、そうですね、はい、あの3万ですね、はい、ゴッドだった。うん、ゴッドの方ですね。まあ、あの展開的な展望の点数を考えると、はい、伊藤さんのリーチには勘助は行きやすいんですね、今の展望状況だったら。なるほど、ラス押し付けちゃう、はい、そうですね、一回伊藤さんに打つ分にはそんなに苦しくならないんで。スッチーピンは残り2枚、ただ裏を返せば伊藤さんが積もる分には OK って考えてるのかもしれないですね。そうですね、うん、またチュンポンしてたらあの3万上がってるなとかね、うん、考えてると思う。年品積もドライチ、はい、1300-2600の積もがり。だこれは勘助は失点したけど森下の展望は削ったんで、うん、さらに配球減点がきつくなったんで、うん、そんなに損ではないですよね、うん。トーン4曲になりました、はい、でトーン2曲の逆でここは3人が、杉浦に4000オールとか引かれちゃうときつくなるんで、何としてでも落としたい場面ですね、うん、常にトップにいる人間を意識して打つと、そうですね、はい、そう、トップを苦しめるように打っていかないと自分の、価値が遠くなると。はい、トーン4曲、トラが4ピンです。トータルトップ目に立ちました杉浦プロのハイパイ。うん、伊藤さんまたドラドラですね、うん、お、おドラさん、うん、こういう時はトンからね打ち出してますね、うん、あんま早めに動かないでほしいですよね。ちょっと引きつけたぐらいで動いてほしいですね。ヤンメンチーから入っちゃうとさすがにドラドラぐらい思われちゃうんで。そうですね、上茶がしかも杉浦プロなので、うん、泣かれた瞬間に、うん、絞り殺される可能性がありますね。やっぱ警戒されますよね、両面のなんか早い順目の地位とか言うと。多分もうすでに警戒されてると思うんですよね、トーンしろっていう打ち出しで伊藤さんの。確かに。なので、まあ、伊藤さんはポイント的に3000、6000狙いたいですよね、このぐらいの手配は、はい、できれば、うん、まあ、絶好です。おー、地位点取らないぐらいの気持ちでそうですね、面白いですよね。僕だったら数層と地層両方残してヘッド探しに行くけど、そうですね、チームを戻しましたもんね。はい、こういった曲、あ、これもですね、あ、これも残してほしいですよね、うん、できればもう目いっぱいに考えて、目いっぱいにリャンソー入ればまた広いシャンテンになるんで、勘助も伸びてきましたね、マンズの一通が見える形。ああ、これで例えばレアンソーの受けができてたと。あ、まあ選択ですからね今の。まあでもなんか追点取りそうな感じはしますね。これポンかな。あ、ごめんなさい、間違えました、すみません。ローピンで、ローピンですね、ドイツなの、
だけ利益する、あれ面前でテンパったら、伊藤さんの立場だったらすると思います、はい、うん、パーピンを引いたとしてもする、する白川これです。いやパーピン引いたらしないですか、ね、ウーピンはウーピンはしたくなりますね、やっぱり3,000-6,000引きたいですね。イーペーコの形もできるイーシャンテン、まあ、どうしてかっていうと、うん、カンスケをちょっとくすぐっていこうかなっていう考えですね、うん、僕は、うん、非常に難しい局面ですねここはね。あ、一通手が当たった、あ、これが当たるかな、うん、これは結果いいとこ出ましたね、はい、タイヤをドラさん、はい、8000点トップ目の杉浦プロが直撃です、うん、伊藤さん、やっぱり僕前局の攻め方がどうだったかなって思いますね、はい、あ、杉浦プロの、あ、なるほどね。